さ、これまずお客さんが来るまで待たないといけないね。まあそうですね、うん、いや緊張しますね。緊張する YouTube ライブ見てくれる人いるかな、ね、今まさに後ろでまだ自主練をしている状況で、ね、うん、僕は練習上がってる。練習大好き樋口くんね本当に。いやなかなか YouTube ライブも慣れないもんね。ね、やっぱライブって緊張感ある。緊張しますね、こう収録とかでね、録画やとこう、ああすいませんもう一回とか、ね、ちょっと今なしでとか言えるんですけど ね、あ、違った、ね、しかもいきなりやってるからね。いやそうです、告知なしでやらせてもらってます。そう、はい、もう来てくれたからもう早速やる。そうですね、はい、あ、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりの、ね、はい、ライブでちょっと、まあ、申し訳ないんですけど、まあ、僕たち選手から、報告というか告知というかね、はいはい、したいと思うんですけど、まあ今後ちょっと、YouTube ライブを、まあ、できるときに開催して、まあ、ファンの方との、まあ、関わりというか、そういうのを、つながりというか、そういうのを、まあ、もつないでいけたらなという、ので、まあ、いつとかはまだ、明確に決まってないんですけど、まあ、開催していけたらいいなと思って、はい、それの報告を、いきなりのライブで、はい、ね、しています。はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。で、まあ、そのなんで、まあ、まあ、いきなりこうやって報告しようかっていう、うん、まあ、YouTube ライブを、まあ、やろうと思ったかっていう、まあ、経緯なんですけど、まあ、まあ、コロナ禍も、まあ、うん、1年以上続いてまして、はい、で、まあ、ファンの方々のつながりというか、まあ、練習見学もずっとないですし、もちろん練習後のファン対応もできてませんし、うん、で、まあ、せっかくホームゲーム見に来ていただいても、まあ、試合終わりに会場一周手振るだけみたいな、うん、もうそこしかできてなくて、ちょっと寂しかったですもんね、あれはあれでね、で、なかなか、まあ、本当にファンフェスとか納会とかのオンライン組織パターン、そういうので、うん、Zoom イベントで本当数名の方としか、うん、まあ、そういう、対面で話とかもできてないんで、まあ、本当にファン対応がゼロに等しいなというので、まあ、選手主体で、まあ、何かできないかな、うん、ファンの方々のためにっていうので、まあ、こういうことをしてみようかなという話が出まして、はいはい、ちょっと挑戦になるんですけど。そうなんですね、はい、もう本当に僕らが主体になって選手が、ね、考えた企画なんで、で、まあ、そのコロナの状況も、まあ、先が見通せないので、まあ、8月からもう練習見学解禁ですとかなら、まあ、大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、その先が見通せないっていうのもあるので、まあ、こういうことをまあやってみようかなと、うん、はい、で、まあ、僕らが行ったらその、まあ、心優しくあの事務所のそうそう、はい、協力者の方がおられたので、うん、はい、今こういうのライブもちょっと実現しているということなのですが、はいはい、ありがとうございますで、まあ、日付とかはまだ詳しくはあの、うん、決めてないんですけど、まあ、とりあえず、練習後、30分から1時間程度、まあ、さっき言いましたように練習後の、うんうん、ファン対応的なイメージで、コメントのやり取りみたいなのをできればなと思ってます。そうですね、うん、で、その今日のはちょっとアーカイブに残すんですけど、まあ、今後のやつは、アーカイブには残さない予定なので、ぜひまあこれを機に、まあ、チャンネル登録していただけたら通知も来ると思うの で、 そうです、ね、はい、まだされてない方はよろしくお願いします。その日にちもね、こういつやりますか、告知するかしないかもまだわからないので、うん、もしかしたらゲリラ的に始まる可能性もあるんでぜひね、通知来るようにしておいてもらったら、はい、で、まあ、僕らからの、まあ、お願いというか、まあ、うん、まあ、報告なんですけど、その、まあ、これ本当にもう選手だけで、全部準備も片付けも全部選手だけでやってることなので、企画も、
まあ、至らない点が多々あるかとは思いますが、はい、まあ、例えば、配信が急に止まってしまったりとか、やるって言ってたのにちょっと練習でアクシデントがあってちょっと配信できなくなったりとか、はい、まあ、そういうことが、あるかもしれませんが、そこはもう選手企画ということで、はい、ファンの皆様には温かい目で、はい、見守っていただけたら、多めに見ていただけたらありがたいです。よろしくお願いします、はいはい。まあ、その一応、まあ、自主練する選手もいますし、うん、まあ、怪我している選手もいるので、そのバレーボールとか、コンディションを優先させていただくので、まあ、その時間内に、やっぱ練習優先とかで、うん、この場に来れない選手も、いるとは思うんですけど、そのあたりも、ご理解いただけたらと思います。よろしくお願いします。なんかある一通りは言ったけど、そうですね、そうですね。いや、もう本当に練習後にこうパッとこの、まあ、この画角になるかもちょっとわからないですね、わからないですけど、こう結構ランダムに、あ、小池選手来たとか、あ、じゃあ山口選手来たとか、まあ、本当にわからないと、ね、練習終わった人間からちょっと今日しんどいんで、じゃあごめんなさい挨拶だけとかも、うん、その女もあるかもしれないんで、うん、まあ、しっかり喋って、あのね、対応する時間がある時もあればない時もあるんで、はい、あ、せっかく宇野選手来てくれたのに10秒だけやった、うん、まあ、それも、うん、あると思うんでその辺もね、はい、理解していただけたらありがたいです。嬉しいです、はいはい。まあ、僕はいつもいますけど、多分俺もいる。いや、俺も絶対に常にまあ、みたいな感じのね、ライブをみんなで、皆さんと盛り上げれたら、僕らもね、うん、どうなっていくかわからないんで ね、 そうね、一緒に作っていけるコンテンツかなと思ってるんで、まあ、確かに、うん、まあ、これでね、本当にそうそうそう、大きなものにつながるかもしれない。いや、本当にそうなんか可能性を秘めてるよね。ホームページとかでやる告知をライブでしかしませんよみたいな、どう間違いない、ここまだ23人しか見てないですから、うん、ここがね500人とか1000人とかなってもらったら、もうホームページいらんちゃうかみたいな言うたらスタッフの人に怒られますけど、いるいるまあまあ、みたいな、こうみんなで作っていけたらいいなと思ってます。はい、で次また別の告知になるんですね。そうですね、はい、皆さん、あの、楽しみにされてるかと思うんですけども、ファンフェスがもうすぐですよ、近づいてきました。来ましたね、はい、この季節が。季節が僕らももう練習に身が入ってるようで入ってないよ、ね、もう始まるみたいな、もうみたいな来週ですよ皆さん、7月の11日。そう、いや、早い、早いね、早いです。そうだから、先週あのホームページでもちょっと、アナウンスあったと思うんですけど、内容がね、こうちょっと発表されたと思うんですけど、まず紅白戦、これ結構皆さんやっぱ楽しみじゃないですかね、うん、だってバレーしてるとこもなかなか見れないですから今。じゃあ去年は録画だったけど、うん、あ、そうか、今年はライブでやる。ライブかこれは下手 な、 なんか、ね、下手なプレーできないですよ、ちょっとね、いろいろ去年プレッシャーあるね、勝利勝利のとこ全部切ってもらったんでいや、まあ、そうです、僕らも楽しみです、紅白戦で選手トークショー。ああ、トークショーね、トークショーね、これはどうなるか、トークショー、これはでもみんなネタ持ってるからですね、普段聞けない話がもしかしたら聞けるかもしれないですね。ファンフェスティバル限定オークション、オークション、あ、オークション、これもだから何が出てくるかまだファンの方は分からないですもんね。そう、もしかしたらすごいお宝が出てくる。あら、そうですね、そうだから僕らもアンケートみたいなんで、ね、何が、うん、出せますかみたいな、いや、何でも出せますよとか言ってたり、全て出せますよそうです、だから誰の何が出てくるかわからないので、うん、そういうのも楽しみにしてもらったらいいかなと、うん、次ですよ、ホームページのこの告知の悪いとこ悪いとこやね、はい、うん、読みますよ、報復 Z 選手漫才やめてくれ報復 Z とかやめてくれ、げるもん、ね、やめてくれ、誰が書いてんねんこれと思いながら、いや、ほんまやね、ほんまにそこそこ漫才とかにしといてくれよと思うんですよ。とはいえ、あれですよ、みんなめちゃくちゃ練習し稽古してるんで、直樹さんを中心にクオリティをね、はい、仕上げるよね、いや、ほんまにみんなやりますから、これちょっと楽しみにしといてくださいで、選手持ち込みスペシャル企画、これまだ言えないですけど ね、 言えないけどね、はい、なんかでも面白い感じになりそうですね、こうちょっと
あーってなってる選手もいますけど選手巻き込んでるんでね、これ。そう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 、はい、まあこれもだから選手企画でね。そうですね、楽しみです。そうミスターブレイザーズ表彰、これやっぱ松本さんにやっぱね取られてるんでね、ここ数年。まあ今年も最有力候補かな。最有力候補ですね400試合っていう偉業を達成したからすごいなまあミスターブレイザーズ、僕も頑張ります。僕も頑張ります、はい、ということでね、こう、まあ、ファンフェス、楽しみにしていただいてる方おられると思うんですけど、まずねホームページの方からかな、エントリー、エントリーしてください、会員の方。もうこれね、あの見る見ないにかかわらずもまず、とりあえずエントリーしてください。で、エントリー7月7日まで、あ、そう、7月7日までにエントリー。ありがとうございます、しました、ミミさん、ありがとうございます。さすがです、ありがとうございます。もう必ずね、これだけは必ずね、うん、いや、これしないと、あの会員になってくれてるのに一般価格になってしまうんで、はい、はい、なんでまずエントリー、サポーターズクラブ会員の方は来てください。はい、はい、で、まあ、まだね、サポーターズクラブ入られてない方もおられると思うんですけど、まあ、もちろんこれを機に入っていただいて会員価格で、見れるので、まあ、サポーターズクラブになっていただけたらもうバッチグーなんで、まあ、とはいえまだ、いや、まだちょっと、会員は考えてないけどファンフェスちょっと興味あるので見てみたいなっていう方は明日の10時から、一般のチケット販売になりますんで、ぜひこうお買い求めの上楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、はい、大丈夫ですかね。大丈夫、ファンフェスこんな感じで、はい、まあ、僕らもすごい楽しみにしてるんで、そうっす、はい、ファンの皆さんも楽しみにしておいてください。はい、いやー、はい、大丈夫ですかね本当にもう僕らだけなんですごい緊張してるんですけど、はい、はい、もう今35人の方が来てもらってるんですけど、うんうん、ありがとうございます。ちょっとさっきコメントにもあったんですけどね、こう仕事をね終わりに出たらとか、仕事終わりにしていただけたらとかもあるんですけど、できればね、そうやりたいんですけどまあその土曜日の方が見れるっていう方もおられると思うんですけど、まあ、僕らの練習後っていうのにちょっと設定させていただけるとありがたいので、うんうん、そこはご理解ください。はい、はい、ですかね。翔さんも漫才とか緊張されるんですかって、当たり前じゃないですかバレーボール選手ですから漫才師じゃないですから再来年ぐらいでも M1 出てる。出てない出てない、1回戦、1回戦バレーボール漫才師、バレーボール漫才師、二足のわらじで応援してくださいはい、まあこんな感じですかね、うん、今日は、はい、告知はこれだけなんですけど、はい、以上です。今後ともあの僕らも、バレーボール、頑張っていきますので、はい、コロナ禍でまだまだ大変な、社会情勢ではありますけれども、はい、一緒に、頑張って、はい、そうですね、コロナ禍を乗り越えていきましょう。はい、はい、ちょっと、長い動画になってしまったんですけど、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、あのぜひこういうライブ、始まるよっていろんなところでね。そうですね、拡散してくれたらね、はいはい、はい、ありがたいです。今日はあの告知動画なんで、はい、あのコメントはちょっと拾うの控えさせていただくんですけど、うんうん、次回からはもうバンバン拾っていくんで、うんうん、はい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、はい、今日はありがとうございました。こんな感じで。バイバーイ。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。